手押し車手押し車は、手押し式の運搬台車。山道や畑や工事現場などで、農作物や資材を運ぶのに利用される。道路交通法上は、軽車両に分類されている。引っ張るリアカーとは使用する向きが逆であり、構造も異なる。発祥は古代中国の木製の手押し車、木牛だと言われている。手車とも言う、荷物運搬用が主であるが、乳幼児の玩具的性格を持つ。 手押し者もある。一輪のものは工事現場などで、石材や土砂、セメント、その他の施工資材を運搬するために用いられる。名称、編集、いわゆる猫二輪のモノ車輪が一つの一輪車の手押し者は、コリン車という。コリン車の名称は、国税庁の州市内役所の書き方にある、主な減価償却資産の対応年数表の運搬用器具の欄の例示にも用いられている名称である。 また、一輪運搬車と呼ばれることもある。単に一輪車とも言うが、乗車遊具の一輪車と区別するため工事用あるいは、農作業用一輪車と呼ぶこともある。さらに、猫車、猫とも呼ばれる。語源にはいくつかの説がある。最も有力なのは、猫足場に由来する説と言われている。しかし、いずれも根拠が薄いとも割れており、語源はははっきりとしていない。ドイツでは、 手押し車を俗にキップやパナーと呼ぶ構造、編集車体の全部に車輪、後部にはグリップのついた2本の取っ手があり取っ手を持ち上げながら前方に押すことで物を運搬する近年主流の後部開放式ラダーフレームは主に薄肉交換でできているがアルミニウム管を使ったものもある有事に車輪を取り巻くように曲げた交換で2台枠剣フレームの前方より下部に車輪を 設置している。取っ手と車輪の間の下部には、薄肉交換や L 字構成の固定式スタンドがある。三間地や下りの急勾配での運搬作業用として、自転車の後輪についているようなバンドブレーキを装備し、そのレバーが右左どちらかの取っ手についているものもある。タイヤは、ゴムのチューブ式のものが多いが、過酷な使用や屋外への放置でのパンクが多いため、近年では、 ノーパンクタイヤを装備したものもある。荷台は一般型は1メートル程度四方深さ30センチメートル程度の後半プレス製のものが取り付けられ、超ネジ1本で止められているため工具がなくとも取り外しができる。荷台の大きさは1歳や2歳といった表示で区別される。工事現場でよく見かけるものは砂やセメントを運ぶのに適した深底になっている。こちらは やや肉厚の後半で取り外しは考えられていない。二輪以上を装備する荷車に比べると直立安定性は悪いため、不慣れな場合にはひっくり返すこともよくあるが、車腹よりも狭い足場を通すことができたり、車輪を中心にしてその場で方向転換できる進行方向に対して左右に傾斜している場所でも車体の水平を保つことができるなど取り回しの 自由度が高いため、熟練すれば2車以上の荷車より、はるかに便利に使える。工事現場などで用いられる台車には、2輪、3輪、4輪のものもあり、段じ利あるいはデッチとも呼ぶ。工事用一輪車の2輪版は、一輪車よりも広く、平らな荷台を備えるが、特に積載安定性は高くなく、悪路走破性はむしろ悪いため、一輪車ほどには普及していない。 重量物運搬用の台車は四輪にキャスター付きの車輪を備える。屋内での用途が多いが、引っ越しや配達等で、行動上で使用する場合は、軽車両としての扱いを受ける。スーパーマーケットなどでの買い物に用いられる四輪の手押し車は、ショッピングカートと称される。荷車類ではあるが、日本の法律においては、例外的に歩行者として扱われる。乳幼児用の四輪車のうち、 入用時が乗車するものではなく、手押し車の携帯のものを指すことがある。荷物運搬用というよりは、入用時の玩具的性格の方が強い。道路交通法上、入用時の用の手押し車は、一般的には歩行者扱いと考えられる。詳細は、軽車両を参照、軽車両原動機を用いる、軽車両及び、原動機付け自転車電動の小型車両等に対する、 規制も参照日本の道路交通法では、手押し車は一部を除いて、軽車両の扱いである。ただし、電動機や内燃機関付きのものは、原則として原動機付自転車、または自動車扱いとなる。ただしその中でも、一定の基準を満たす原動に車等は、軽車両扱い、または歩行補助者等となる。以下は、外観や構造上は、手押し車であるかまたは、類似しているが、 機能的には、本項目に挙げているような荷物運搬専用、または、乳幼児の玩具的手押し者ではない。これらのうち一定の基準を満たすものは、日本の道路交通法上、歩行者扱いと規定されている。ABCDEFGHI、人力による運搬組み立て広報の手引き。日本造園組合連合会。年月日閲覧。原明、新。 宮沢賢治5位辞典、第2版東京書籍、1999年、77ページ、参考として、中止内役所の書き方7ページ参照、衣装分類定義カード特許庁猫車の申請の語源について2017安田女子大学現代、ビジネス学会誌第5号、ありがとうございます。